少年の事件簿かということで、全国の笑うマトリョじカファンの皆さん、おはようございます。うごみっくです。今回、近代一張りに関係者を集めて、ほぼほぼ謎は解明されました。やはり考察通り、田所玲子は真中ありさでした。過去のことを話すときは真中ありさで、現在のことを話すときは田所玲子で、これかっこいいですね。真中ありさが消えたのは自作自演でした。そしてそれを聖家も知っていました。一応これに伏線ありました。 鈴木が言ってた感情をあらわにした瞬間にこのシーン入ってないんですよ。後出しですけど、それに私もちょっと引っかかってました。だから鈴木は本能的に本気で怒ってないって思ってたんでしょうね。すべてはアリサの計画通りのはずだった。アリサは3年前に突然正規に捨てられます。正規の真のハヌス戦はアリサではありませんでした。真のハヌス戦考察は後ほどするので先に答え合わせしていきます。 竹内議員の愛人で竹内を殺したのもやはりアリサでした。BG 株事件の黒幕、そして道上金太子を殺したのはハブと諸橋でした。前回まで諸橋の単独かと思いましたがハブが追加されました。明らかになってないのは鈴木を殺そうとした人間です。アリサは犯行を否定しています。ひろこは現在、正家から関係を断たれているのでひろこでもないでしょう。この鈴木を殺そうとした人間が真のハムス戦だと思われます。 じゃあ、真のハヌス戦は誰なのでしょうか道上たちは現在、ハブを疑っています。ただ、正義がハブを見つめる目線から考えて違うと思います。あと、ハブが黒幕は面白くない。あと、3年前という時期から、秘書の坂本ではないかという声も上がっています。坂本が黒幕は意外性があって面白いです。ただ、問題があるとすれば、伏線がないことと、この俳優さんに黒幕、ラスボスはなかなか荷が重いと思います。 私は第1話から黒幕は正規自身ではないかと考察しております。ただ、この考察している人結構多いです。なので今回はもう一個の考察考えたいと思います。それは、真のハヌッは道上家内い説です。道上がハヌッだとしても、道上にその実感はありません。正家が勝手に道上を自分の中心に置いてるだけです。正家は3年前にアリサを捨てました。 そして今回、道上の2012年から2013年のスクラップ記事が出てきました。この頃から、聖家は道上に目をつけてたとか、申し訳ない、時代ちょっと勘違いしてました。劇中の時代が2017年だと思ってましたけど、2022年でしたね。振り積もれ孤独な仕様の時代と、ちょっとごっちゃになってました。だから、2022年の3年前だから、2019年頃ですね。本当は、このスクラップ記事に聖家の金銭に触れた何かがあったのかと思いましたけど、ちょっと古すぎました。 あと、道上が社会部を追い出される原因となった記事ですが、あれ1年前くらいなんですね、確か。今度はちょっと新しすぎます。でも、聖家が感銘を受けた何かを道上は書いたのではないでしょうか。それを読んで聖家は道上を自分の中心に置くことにした。だから道上の取材も OK してるし、グレーンにも置こうとしているのではないでしょうか。メンバーシップ会員募集中。じゃあ、道上がハヌステンの場合、誰が鈴木を殺そうとしたのか。聖家しかいませんね。 鈴木は結果死んでないので殺すつもりはなくて怪我だけさせるつもりだったのかもしれません。鈴木が外される直接の原因となったのはリーク記事です。これを週刊誌に売ったのも聖家だと思います。実際に動いているのは坂本だと思いますけど。なぜそんなことをしたのか。当初鈴木と道上は敵対していました。BG 株事件で捕まった社長の息子と BG 株事件を暴露した記者の娘です。だから鈴木がいると道上をブレーンにできません。 道上をブレーンにするために鈴木を排除したのではないでしょうか。私の考察はこんな感じです。ストレートに正規自身がハヌス戦なのか、それとも裏を書いて道上がハヌス戦なのでしょうか。楽しみです。さて、ここからはちょっとした感想です。佐々木普通にいい奴でした。途中途中裏で暗躍してるっぽかったですけど、ただただミスリードでした。そして、ヒロコも殺人には手を染めていませんでした。 ただ、ヒロコ、泣いていましたけど、やってることがえげつなさすぎて、あんまり同情できません。昔からずーっと聖家とアリサが一緒にいたということで、アリサがお母さんと鈴木、そういう関係だよ、とか言われてたんですかね。息子としては聞きたくないですね。まあ、愛さえあればいいのかもしれないですけど、愛ではないですからね。あと、地味に気になったのが、小松、お前患者に手を出したのかってね。内科外科なら気にならないですけど、精神科ですからね。まあ、ヒロコは弱みにつけ込まれるタイプでもないですけど。 さて、笑うマトリおシカは来週ついに最終回を迎えます。どのような結末を迎えるのでしょうか。最終回もものすごく楽しみですね。ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。来週は感想動画をあげますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。公式 LINE やってます。着替え LINE 送ってください。仲良くしましょう。PayPay ペイペイやアマギフで流めてきますのでよろしくお願いします。100円でもバカみたいに喜びます。 そして、メンバーシップ始めました。最優先の90円です。メンバーにはコメント優先的に返信しますし、限定動画用意してますので、よろしくお願いします。さらに、ゲームチャンネル始めました。そちらもチャンネル登録してくれると嬉しいです。この動画は、ゴごみっくがお送りいたしました。最後まで見てくれるあなたが大好きです。今日も幸せな一日を。